おはようございます。おはようございます。今日の一日の流れは、はい、ここから会場に移動して、今泉拓馬さんが主催するクリエイター 3x3 の、まあ、会場に移動して、で 3x3 の練習を、まあ、秋田スティーラーズとしてちょっとやってこようかなと思います。ブドウと、あとはこれ僕ルーティンが自分の験担ぎなんですけど、いつも試合前チョコ食べるんですよ。あんまこだわりないんですけど、チョコです。到着ですか？到着です。はい、着きました。今日はここでは 3x の練習をします。もう結構ちらほら見えてます。そうですね、ワクワクしますね。割とピックアップとか僕結構好きなんで、知らないボーラーがいたってボールあれば問題ないと思ってるんで、すごい楽しみです。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。亀山です。今何を？ストレッチのウォーミングアップでとりあえず筋膜リリースしてます。はい、ほぐしてます。これですね。トリガーポイント。シューズはこだわりとかあるんですか？こだわり、ありますね。これフリーク、ズームフリーク1ってやつなんですけど、これはいつからだ、去年の三女のシーズンがずっと入ってるんですけど、これが履きたくてしょうがなくて、これ今もう再販がなくて海外から取り出せました。海外から？はい。やっぱ違うんですか？いや、しっくりくるだけですね。絶対うまくいかない時が出てくるから、そこでどうするかが多分チームとしての課題だと思うんですけど、俺はめちゃくちゃ絶大な信頼を置いてる2人なので困ったら俺がルーズボール取り込んで気分を上げていくんで、よろしくお願いします。じゃあハードワーク、よっ、ポンテシー、ハードワーク。まあでも本当に初めてなんで、まあにしては連携プレー相当できてたんで、あとお互いのそのやりたいことを今分かったんで、そこで意識して次は勝ちます。以上です。お疲れ様でした。どうでした？ざっくりです。そうですね、初陣にしては上出来って言いたいんですけど、まあどうですかね、プレミアまでまだ1ヶ月あるんで、スケジュール通りなら、まあ、そこで仕上がると思うんで、すごい今日はコミュニケーション取れてよかったと思います。また後で。はい、お願いします。じゃあ、お疲れした。また。お疲れした。お疲れした。ありがとうございます。またお願いします。疲れた。疲れましたね。お疲れ様でした。一日どうでした？いやー、もう本当に新潟から弾丸でしたけど、まあ来てよかったなっていうのが率直な感想で、まあ 3x3 の練習ができたこと、まあ、あとはチームメイトの顔合わせができた、
すごくありがたい一日でした、はい。チームメイトとプレーしたのは今日がちゃんとプレーしたのは初めてですか。そうですね、はい、タグマさんとは何度かやったことあるんですけど、チームメイトとしては初めてでした、はい。ここは連携とかどうでした。そうですね、かなり初めにしてはコミュニケーション取れたんで、この先すごく楽しみになりました。バスケット1本じゃないっていうのはやっぱり大変ですか。そうですね、まあ、大変なところもありますね。でもまあ 3x3 プレイヤーだったら、まあ、本当にありがたい環境だと思います。そのやっぱり本職があってしっかりバスケットをやっていけるっていうのは、こう例えばじゃあセカンドキャリアで怪我して仕事、バスケットできませんってなった時に、そのまま自分が持ってた本職にシフトできるっていうのはすごくありがたいことですし、まあ、それでそのバスケットボール人口 3x3 の人口が広がってくれればっていうところで、やっぱ仕事やってなきゃダメなんだなっていう認識をもっと持ってもらえるとすごくありがたいかなと思います。ありがとうございます。これプレイそれで始まる。かわいい。ダメで。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はどんな感じでした。まあ、もう本当弾丸でしたけど、まあ、バスケットしに来て、まあ、チームメイトと合わせできて、でまた新しい環境でバスケットもできたんで、ちょっとこれからまた頑張ろうかなという気持ちになりました。このまま今日は秋田です。いや、このまま新潟です。4月から、はい、4月から秋田に行って、それまでちょっと準備しておきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。